ヘルメット姿。今日。お父さんのユーナ YouTube でユナちゃんたちの語ってるのと、え、何それ。なんかあれね、小原さんが途中出てくるのもちょっとよくわかんないし、見てください、おもろいです。分かんない、私が面白いわけじゃなくて、天野さん、カリさんがただ面白い。いろいろモザイクがかかってる。そうなんだ、ピオチャンネルで語ってくださってたの嬉しい。ちゃんと嬉しいこと言ってくださってました。ちょっと今日生姜焼きとあのマリネ作ったんで、なんかめっちゃ久しぶりに味噌汁作った。いや、桃の裏話結構おもろいと思うんですけど、そんなことない？私の喋ってる顔ってめっちゃおもろいね。なんか変、喋り方芸人みたいな喋り方してる。赤だしです、赤味噌買いました。何喋ったか覚えてない、カットされたとこ。逆に ずっとね、ジョンマイチューブ出たいって言ってて、本当はで、これ裏話ね、本当は本当は見習い駅から坊ちゃん劇場徒歩6分って書いてある、徒歩6分8分書いてあるんだけど、それが本当かどうかをなんか歩いて検証してみようっていうやつがあったんですけど、そう、ちょっと天気が雨だった日がに撮るって なってて、結局千秋楽の日じゃないと撮れなくなっちゃって、時間的に。そうだから、ちょっと簡単に撮れるバックヤードにしようってなってよし。何見よう、イッテ Q、 で見ようかです。ということで、今日はお話し会ありがとうございました。今日は浴衣だったんですけど、結構来てくださる方多かった気がするんです。浴衣楽しい、浴衣が可愛かったって声が本当たくさんあって、
嬉しかったです。ありがとうございました、来てくださって。私自身なんかちょっと寝ぼけててよく喋ってること分かんなかったとこあるかもしれないんですけど、許してください。ね、めっちゃ眠くて、なんか浴衣着るのめっちゃ大変だった。なんか全然上手に着れなくて、ちゃんと着付け習いたいなって思いましたね。でもなんだろう、腰ひもしかなかったんで物も揃ってなかったっていうのもあるんですけど、なんかやっぱあとなんだろう、帯にタオルを巻かないと細いのって浴衣、細い方がなんかね普段はいいけど、浴衣ってなんか細すぎるとすごいアンバランスだなって改めて思いました。ちゃんとタオルとか巻かないとなって。なんかジョンマイラブの時もタオル2枚くらい巻いてたんですよ。うん、そこはちょっとあれでした。うん、ちゃんと詰めなきゃいけない。だから今日なん、今日分かったかも、なんで詰めるかとか、自分が詰めないで着てみたから、うん、うん、確かにタオルで詰めた方が綺麗に見えるなって。うん、髪の毛もなんかすごい雑になったんだけど、まとめてみました。アヤナンさんと写真撮ったんだけど、ほぼ初めましてで、逆にごめんなさいって感じだった。なんか写真撮ってるとこにあやなんさんがいて、あ、ちょうど浴衣さんにいるなと思って、あやなんさん撮りませんかって言って撮っていただいた。でもどこも共通点のないスリーショットな気がする。
よし、もうあとは明日食べよう。一切れ食べます。うん、お腹いっぱい。なんか珍しくスイカとバナナを買って、なんかバナナはバナナジュース飲みたいなと思って買って、スイカも食べたくなってなぜか買いました。珍しく。お皿置いてきます。なんか珍しく納豆も買ったんですよ。いつ食べるんだろう。いつ食べるんだろう。納豆あんま好きじゃないのに、なんか謎に買っちゃった。なんか朝食べようかなと思って、食べたくなるかなと思って買ったけど、あんまり好きじゃないっていう。うん、スイカはあの切ってあるやつ。砂糖で食べたら美味しい納豆を。本当に言ってる？今日差し入れに信玄餅がありました。ちょっと化粧な。ちょっと入れる気にならないけど、でもやっぱ砂糖を料理に入れる、意外とか料理に入れることで、なんだっけ、相乗効果だっけ、相乗効果が得られることが分かった。今日は22時半かな、1時間ないな、あと50分後くらいからインスタライブ、中西会でインスタライブします。のでよろしくお願いします。ショーがよれてきた。1181日、ありがとうございます。うん、今日の浴衣で TikTok 撮っとけばよかったな、もう遅いや。
この髪の毛で TikTok じゃない、インスタライブしていい、大丈夫？なんか気合入ってるやつみたい。ちょっと眉毛な、どうした？なんかね、これ急に話変わるんですけど、なんかお母さんがね、家で使ってるボディーソープがめちゃくちゃ良くて、それを送ってほしくて、送ってって言ったんですよ。ボディーソープちょうだいって言ったら、ボディーソープの他にもいろいろ送ってきてくれて、まあちょっと夏だからちょっといろいろ腐っちゃうから、なんか野菜とかは今回はなかったんだけど、なんか消耗品とか日用品とかめっちゃくれて助かるなと思って、愛を感じました。ありがたい。お姉ちゃんは沖縄行ってたらしくて、めっちゃいい写真ばっか届いた。いいな沖縄って言って、身につけると汗のべたつきが取れます。ちょっと今日は事務所で自主練してから帰ってきたんで、そんなガチガチに踊ってないけど、でも全然進まなかった。なんかめちゃくちゃ眠くて、でも帰ってきてから寝る時間も思ったよりなくて、もう起きてたんだけど、まあ早寝できたらいいかなって感じです。ひろゆきさんと話したことはないね。話したいのに。なんかね、ほろ酔い配信とか楽しそう。よし、ちょっと覗いてみようかな。よいしょ、すごい資料が。部屋掃除しないと、マジで定期的に掃除しないと、最近抜け毛がやばくて、抜け毛がやばくて。
私が着たかった浴衣着てる。どこの浴衣なんだろうってずっと思ってたけど。あ、すごい音出ちゃった。ニュー楽しそう。めっちゃ一瞬覗いただけだった。もう今年は浴衣着ることないかな。だからすごい寂しいですね。来年は新しい浴衣買おうかなって思ってきた。思ってきました。なんか暗いね。すごいかゆい。ねえ、来年こそは花火とかちょっと見たいよね。ちょっと見たいよね。ね、花火見たいよね。私も見たい。机の上がなんか物がいっぱい。花火したいんだけど、東京って花火できるとかあるんですか？調べればいいのか、花火ができる公園とか。ね、なんか田舎だったらっていうのはあれだけど、私の、ね、家だったらできるけどさ、どうやってみんなこれ。東京ってなんか大変そう。午後9時までに終了してくださいって書いてある。消火用のバケツと水を用意してください。まあそうだよね、うるさくなっちゃうもん。むずい。よいしょ。写真撮りたい。そう、花火、普通に花火したい。いや、なんかこの前友達と、もう夜だったら運転できるんじゃないみたいになって、東京一回してみるってなったけど、ちょっとやめたんだよね。なんかシェアカーみたいなのあるじゃないですか。そう、そういうのでやってみるってなったんだけど、ちょっとやめました。したかったけど、あとちょっと眠かったっていうのもあったかな。眠いとちょっとね、怖いじゃん。
やでも東京って昼より夜の方が安全じゃない？車通り少ないし、ゆっくり運転したいから、なんか交通量そんな多くなかったよ、あんまり気にならなかったかも。自転車がね、いいじゃん。なんでこんな暗いんだろう。どうしても暗いか。どうしても暗いわ。ごめんなさい、怒ってるんじゃないです今の動画。あ、こっちの方がでも明るいかも。そんなことない。やっぱ iPad スタンド変えようかな。なんかこんくらい欲しいかも。こんな高くはできないか。どうしたらいいんですかね。なんか高さが出る iPad スタンドがいいよね。こんくらいのかな。ここは無理だけど、もうせめてこんくらいの方がなんか明るい。リングライトか、確かに。どっちがいいんだろう。でも iPad スタンドってなかなかなんか大きいのなさそう。あんのかな。あったのか。この前それ調べた気がする。こんくらいか。こんくらいだったらちょっと変わるかな。そんな変わんない？これもう気持ちの問題？うん、でかすぎるのもいらないんだよね。だって部屋に置く場所ないから。こんくらいだったらなんかここにポンって置いてこうしたらできそう。くねくねしたのはなんかすぐ壊れそうじゃない？どういうのかわかんないけど、私が逆に今使って、300円ショップなんてダメだよ。今使ってるのはこれです。本当になんか配信用とか、ただ iPad なんか動画見る用とかだよねこれ。うわーってか、なんか PUBG やりたくなってきた。いやでも今そんなことをやってる余裕はない。ちょっと
目がかゆい。テーブルに挟んで固定するやつは考えよう。でもなんかキッチンとかでもさ iPad 貼れるやつあるじゃん。私の今の iPad ケースが磁石だからいいけど、そういうのも欲しいって。普通にキッチン用品欲しい。からいろいろ揃えるの大変。はインスタにも写真載せたのでぜひ見てください。24時間テレビっていつ？来週？24時間テレビってそんな遅かったっけ？遅いか。27、28か。確かに夏休みの終わりって感じだね。本校は見てない。本校はとかもう興味ないんだよな。人といたら見れるかもしれないけど別に見ない、信玄餅食べていい？いいよって言って久しぶりに食べる。信玄餅大好き。これなんていう有名なとこ、どこだっけ。これ桔梗屋だっけ。これ黒蜜をかけます。好きな和菓子？なんだろう。ちょっ
和菓子の名前言ってて。豆大福好き。でも和菓子嫌いなものあんまない気がする。めっちゃこぼれる。これかじるもの？あ、ちぎれてんだ。たい焼き好き。どら焼きも好き。あのね、粒あんが好きなんだよね。団子も好き。うん、草餅とか好きだよ。おいしい。普通におまんじゅう好きだよ。なんかお正月とか結構おまんじゅういっぱいあるじゃん。おまんじゅういっぱい食べる。なんかお兄ちゃんもめっちゃ和菓子好きで、お兄ちゃんと取り合い、お姉ちゃんも好きなんだよ。取り合いしてるイメージ。うん、もうなくなっちゃった。もなかも別に嫌いじゃない。あんま食べたいってならないもん、もなかは。和菓子ってでもそんなもん。あと美味しかった。めっちゃ美味しかった。うわ、もう1個もらって帰ってくればよかった。眠くなってきちゃったし。お腹いっぱいになったから眠いんだ。眠。今日でもなんかずっと眠い。最近こんなの。いや、寝れなかったんだよね昨日全然。何何、私の名前どこで出てきてるの？下のやつ？何？大人数で活動してるからやっぱり立ち位置間違えると最初からやり直しっていうので人に迷惑かけちゃう。何？ねえ、何の話？何の話？え？認知されてる？し。お母さんと一緒にいると危ない感じがするって何？どこぞ？全然理解できない、その文章に。引き戻しできるの？本当だ。
この辺ここじゃない。岐阜県代表の子です。私？本当だ。おい、待って、なんだ。待って、何？ひろゆこさんが悪いんじゃない？これ。あ、そのオーディションとかさ、受けてる？受けましたよ。俺、あの歌のお姉さんのオーディション受けたらいいと思うよ。私？お母さんと一緒の。え、子持ち感あるから。すっちゃん、女性から見た好感度めっちゃ高そう。うん、確かに安心感ありますよね。安心。どういうこと？何これ？どういうこと？なんか飛び火なんですけど。いや嬉しい。でもツイートしとこうかな。私だってお母さんと一緒出れますよって書いていい？どういう意味なの？何？普通にちょっとお笑い系で言っちゃう？セリちゃんとあやねちゃん、何？もう名前出てる？分かんない。私全然。見てないから。どうしよう。じゃあ全然聞いてなかったけど、すごい。でもみゆかちゃんと喋れてる。感動。
そう、これどういう企画なの？みゆが頑張ってる。マジで顔綺麗。あ、そういうこと？ロケで優勝したから出てるよってとこ。いいね、楽しそう。いや、ひろゆこさんもすごいしね、トーク力すごいよね。わかるわかる。大丈夫かな、みゆ。でもちゃんと喋れてるね。あと13分くらいでインスタライブですね。ひろゆきさんフォローしてない気がする。そういえば。してなかったからフォローしました今。いやでもね、テレ東出たいですね、また。呼んでください。呼んでください。ピアスするとやっぱかゆいんです、耳が。じゃあ20分になったら終わります。でインスタライブ始まるまで待っててください。ちょっと、はい、よし、じゃあランキング見ます。
13位まばらしさん、12位くにさん、オッケーアットマークナンバさん、11位和田ちゃんアットマークあやね大福さん、10位 TK トンからアットマークタイさん、9位お話エールもありがとう頑張るね、最後にもう一回ごめんね YK さん、8位 T 岡田かずちかさん、7位りょうたアットマークとりももしさん、6位ゆきさん、5位本日も可愛いですねアットマークうなうなたんたんうなたんたんさん、4位黒木アットマーク、この後は中西かインスタライブ22時半からだよさん、ありがとうございます。3位ひろさん、2位ゆきたんアットマークなちゃん大好きうなとりどんさん、1位いなじアットマーク生涯応援するよさんです、ありがとうございました。ということで22時半あと9分後インスタライブ待ってます、ありがとうございました、お話し会もありがとう、バイバーイ。